建設をやめろ。 CTS の建設をやめろ。もうコンビナートはいらないぞ。もうコンビナートはいらないぞ。沖縄本島東海岸に位置する金湾、ここに点在する与那城村、偏座島、宮城島の2つの離島は海中道路と埋め立てにより陸続きとなった。人口の過疎化対策や失業者対策として県や村がガルフ石油基地を誘致し、原油備蓄基地 CTS を建設するためであった。そしてそれは現在45日分しかない原油の備蓄を60日分に増やし、金湾に一大コンビナートを建設しようとする日本の国策でもあった。島の住民の100年の願いと言われた本島との架け橋、海中道路。しかし、そのためにできた石油精製工場や埋め立てのために沿岸漁民や農民が失ったものは多大であった。人参がですね、雨が降った後種まいても発芽はするんですけども、3センチぐらい伸びると枯れてしまうのが、硫酸が降って3ヶ月ぐらいそういう状態続きました。それからあと、その桑の葉っぱが完全にやられまして、だからパパイヤが葉っぱがやられましたし、実もそうですけれども、いろいろあげますとキリはありませんけれども、農作物、特に葉菜類は全滅ですね。怖くて誰も食べませんから、もうそのまま耕して肥料にしてしまうということで。金湾は復帰前琉球政府立与勝海上公園であり、珊瑚礁に恵まれた絶好の漁場でもあった。しかし、原油流出事故や乱開発による潮流の変化で魚はほとんど取れなくなった。漁民は屋良知事を相手取って、埋め立ては漁業権放棄がなされてなく無効であると裁判を起こした。影響はさらに広がって、かつて金湾を流れた潮流が再び黒潮と合流する津堅島にまで及んだ。島の両側を通るタンカーがめっきり増え、島の海岸には無数の廃油ボールが漂着した。ここでも沿岸漁民は壊滅的な打撃を受け、海が恋しく島に U ターンしてきた若者たちも、またそのうちに島を離れていくという。結構、保証金はもらっても、つまりは企業。限りなき沖縄の自然破壊、海殺しは、失業者対策どころか自らの生活破壊を招くと、48年3月、金湾を守る会が結成された。1000万円もらってる人がいるわけさ。1000万円。漁民が1000万円もらった人だが、10年経てばゼロになるというわけ。これはインフレで物価がどんどん上がってしまうでしょ。土地の値段も上がってしまうわけさ。それから実家で言ったら、くれてしまったということになるわけ。だから土地を売るのはバカだということは、まあ、僕で言ってるわけで、本当はね。海を売るのは余計バカだということです。沿岸漁民や農民が連日闘争小屋に駆けつけ、沖縄のあるべき姿が論じられた。代表の浅戸さんは東京で訴えた。我々は高度経済成長のための沖縄の格差是正の豊かさより、公害のない
つつましい豊かさを大規模企業開発より住民のための開発を、海の埋め立てより第一次産業の振興を望むものであります。水島の事故は住民の帰民する砂漠の海を我々に教えております。腹が痛めば全身が痛むごとく、瀬戸内海の痛みは全国の痛みであります。瀬戸内海の汚染が日本民族全体の心の汚染を全世界にさらけ出した恥の歴史だと私は思います。高度経済成長のための沖縄の格差是正の豊かさより、公害のないつつましい豊かさを、豊かさを、豊かさを。日本民族全体の心の汚染を全世界にさらけ出した恥の歴史、恥の歴史、恥の歴史。今、金湾から白い砂浜が消え、サンゴも死んだ。日本の国策を背負って消えていこうとする海が沖縄であえいでいる。